こんばんは、まーちゃんです。やかんくんです。パクー、なぞないだぞ。これやかんくんの、そうなの。はい、今日についてはあの前回ね、動画であったと思うんだけど、やかんくんがピッチャーさんがカスタムした PKC550 を借りてみたみたいなね、はい、で、怒られました。その時の心境ぶっちゃけどうだった？いや、マジでもこの世の終わりかと思いました。だからあんな喋れなかった。もう全然言葉が出てもすまない優しい人だから。でさ、今日言葉に甘えてそのミッチャーさんとさ、まあ、よっしゃって言ったけど、4人でさ、ディズニーとかお台場に釣りに行かない？いいね。それに乗ってめちゃくちゃいいね。行っちゃうか。公開しちゃうんだよね。だからこれもミッチャーさんがあれシートの形のものを一緒に行って考えてるんだけど、まあ、ちょっとね、今日夜間くんのちょっと爆音を響かせて、あと美味しいご飯食べながら今後のことは語ろう。じゃあ、釣り組行ってみよう行ってみよう。やかんくんさ、うん、すみません、みっちゃんさんに報告することないんですか？報告、うん、いや、この間、一回仕事で東京行って、うん、で、仕事終わった後に彼女と会って、うん、まあ、ホテル飲んでホテル行ったぐらい。で、何したの？何したの？チュッチュして、寝た。あれ、ちょっと恥かったでしょ？いや、まあ病気が再発して嘘つくなよ、ギロはじかれたんだろ、チューしてはじかれたって言ってない、ブロックがあるから言ってない彼女ふん、メッシー、アッシーメッシー、アッシー、カメコペコ財布メッシー、アッシー、財布財布やかんくんには財布にするじゃんやばやく、やかんくん初旅だね、しっぺけじゃいで。バックした方がいいんじゃないか。行きましょうか。うん。おもてかぶらねえかぶってたら逆にっぽいみたいなところで、みちゃさんの CBX、 僕の GS、 受けて2人とね、今日は4台でツーリングに来ておりますけども、真夏で暑いです、めちゃくちゃみちゃさん、この後どこ行きます？この後、お台場回ってからレインボーを渡って、はい、芝浦あたりでご飯でも食べようか。おシャンティー、こんなおシャンティーなところや。これもバイク乗ってなかったらないから歩きもうダメダメ、宇宙に帰れ帰れ、ピッチだろピッチだろ、声聞こえねえよでかい声出せないからまあまあそんな感じで、やかんくんもね旧車ライフを始めてますので、まあね、ちょっと今ここ多いから今バイオ感じてほしい。わー行ったらやかんくんに食レポなどねちょっとやっていただいて、じゃあ東京ディズニーランドの
旧車と東京に。まあでも言うて旧車って旧国、うん、もう言うて2、30年経ったんですね。そうだね、1980何年だから。やっぱディズニーのこの味があるからこそ今がもう人気らしい。そうだよ、バイクもね、この味があるからこそ人気なんですよ。みんな乗りたい方乗ってください。乗ってください。もう借金してでも乗ってください。 CBX です。このカラーリングめちゃくちゃいいです。マネしてください。そうそうそう。ということで、ぶらりツーリングしてライダースカフェに来ました。中川君どうでした？いや、最高だね、調子いいです。さっきと同じことしか言えない。さっきと同じ、さっきと同じことしか言えないんだよ。いやでもね、あのあーでしょ、レインボーブリッジ乗って最高だった。最高だった。海の風が最高だったね。風感じるの？夏も感じてる。あー、まあそう、デコで感じるタイプだもんね。そう、デコ広いからデコで感じ、しっかり受け止めて海の風。どう思いますか、小宮監督は。どう思いますか、教育者って感じないですか。小宮監督のボキャブラリーを育てていく企画やっていきましょう。じゃあ、美味しいご飯食べよう。そうだ、ちょっと食レポ頼む。食レポも出してる。お願いします。行きましょう。じゃあ、ちょっと小宮監督ランチタイム行きましょう。行きましょうか。俺金髪似合うしよ。似合うね。危ない危ない危ない。お寿司、いやーやばい、気持ちいい。もう大丈夫、ご飯食べましょう。今日のランチはおしゃんくんにパスタと今からご飯を食べます。食べてもいい？食べましょう。いただきます。食レポをどうぞ。どうですか。まあパスタ、パスタと俺のみたいな、このおかずになるんじゃないですか。いや気持ち悪いな。どうですか。うまい。うまいですか。うまい。うん、めちゃくちゃうまい。キノコがね、いいアクセントで。なんかキノコっぽいじゃん。なんて、はい、ということで、今日は夜間くんの、ペケジ初乗りツーリングデーということで、皆さんありがとうございました。こんな夜間くんですけど、まだ旧車のことは、僕以上にわからないです。まあこれからちょっとずつ、まずは車種を覚えていきましょう。うん、って感じで。旧車ライフを送っています。どうだった今日は。ディズニー行って、お台場行って、カフェ行って贅沢なツーリングだね。で、どう旧車乗ってみては。いや、ペケジェめちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃいいしか言わない。毎回いや、本当にね、あれ久しぶりに大型乗ったけど、やっぱ普通、ミニ、中型と違って安定感。おー、なるほどね。ちょっとじゃあ今後なんかやりたいことあるんですか。はい、はい、まずは入ったら磨いて、あ、磨く磨く。直感は、直感はだってペケジェミチャさん言ってたけど、スーですよね。毎回でもその直感のスーで、スーのかも。ミチャさんのバイクを直感にしてみたって企画やりますから。静かなの。そう、静かなの。いや、もう誰もあの動物の迷惑かかるぐらい。そう、はい、ということで、本日のツーリング動画は以上となりますので、皆さんこちら、まあ、こうお台場のスーパーレーサーとかあるんでね、ツーリングスポットにもよかったら行ってみてください。ではバンチャンネルのチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。またね、バイバイ。